こちら小倉駅です。すでにネーションズリーグがあれ貼ってありますね。でここが、小倉ステーションって大きく書いてあるとこなんですけど、ズーム下手くそか。こちらにもネーションズリーグの広告がたくさん貼ってありました。階段もすごいたくさん写真撮ってました。皆さん着いたら先に会場に行ってグッズ売り場に行きました。2時間ぐらい並んだかな。もう売り切れのものもたくさんあって、でも欲しいものは無事ゲットしました。割と早めの方だったかな。なのでまだある方ではあったんですけど、確保したやつとかも続々と売り切れ情報が出てて結構危なかったです。欲しいものがありすぎて迷いました。でも一番欲しかった山本選手のユニフォームが買えて、私は大大大満足です。イエーイ。ハイキューコラボのもあって、アクスタとかポストカードを買いました。グッズを買ったら新進ラーメンにやってきました。ずっと食べたかったのでやっと来れてめちゃくちゃ念願でした。いただきます。めちゃくちゃスープが濃厚で、で麺もすごく細くて、で私は麺固めが好きなので固めで注文しました。頼んだんですけど、これもね本当に美味しくて、スープとの相性もバッチリで一瞬でペロッと食べちゃいました。新進ラーメン本当に美味しくて、また絶対に食べに来ようと思いました。会場に戻りました。私もチャレンジしてみたんですけど全然届かなくて、選手たちこの高さジャンプしてるの本当にすごいなと思いました。Thank you.